楽しんでいきます。まだまだ体力はありますか？もうバッチリですよ、お待ちください。ちょっと楽屋戻ります。はーい、いいよいいよいいよ。第3ステージですね。この町たちとコラボしていきます。それより明日も希望にあふれるように歌うよ歌うよ歌うから、 God's Music 君のために届け。福島の子供たちと一緒にコラボやるっていうの一個夢だったから、また一個夢が
努力が報われるのであれば、なぜ自ら命を絶ったり人を殺めてしまう、犯罪を犯してしまう、そんな人たちがどうしているんだろうと考えます。こうして仲間と出会って、音楽という世界で、いろんなものを見て触れて、現実を知って、一概にそういったようなことは、言いたくないなと思うようになりました。ただ、皆さんにとって、生きててこれぼっちの生きがいが毎回なのであれば、僕たちは歌い続けていたいなと、そう思います。そう思っていたいです。1年後、2年後、その先も僕たちから見える景色、その先にあなたがいてくれていることを心から願って、僕たちは歌い続けることで、マイカロンとして皆さんの居場所をいつでも用意して待ってますので、皆さん、マイカロンに会いたくなったらいつでも会いに来てください。今日はここまで、楽しんでくれてありがとうございました。ナイス、すごいじゃん。ナイス、最後の答え、いいよね、お前ら最高だね。何度も歌い終わったら、はい、年あるからトークするから、はい、同期まで順番に言ったら、同期の時に2人でリズムで歌います。ありがとうございます。ありがとうございます。この道の先に夢があるのなら、終わらない終わらない、重ねてくハーモニー、もうレジェンダーレジェンダー、鳴り響かそう My own。 憧れてたヒーローみたいな大人になれてるかな、通り過ぎる子供たちは今日
東京を拠点に1年頑張って、そこから地元福島、僕たちの力でちょっと、ね、盛り上げていけないかな、そして僕たちの夢を応援してくれる人はいないかなということで、各週時には毎週のように福島郡山駅前に通って4人で路上ライブを頑張りました。少しずつ少しずつ応援してくださるファンの皆さん、やり手の皆さんが増えて、ようやくこの700人という大きな大きなステージまで皆さんに連れてきていただきました。全国各地の皆さんの応援のおかげでもありますし、僕たちを、崖っぷちの僕たちを救ってくれたのはこの福島の皆さん、それとも過言じゃないかなと、おかしくないかなと思います。福島の皆さん、本当にありがとうございます。マイカーでした。